悪魔のの英英文法これが英語の骨組みだその14ですね第2節「i n g 系動詞フレーズ」を用いた動的表現そのうちの形容詞のように使うということについて述べていきたいと思います。まずチャートですねその、うん、それの括弧に「i n g 系動詞フレーズ」を形容詞のように使ってという部分ですね21の限定表現として使うということはもうすでに述べたとおりです。 そして今回は2-2の呪術表現ですね保護 VC 感覚として使うということと2-3ですね、えー、VC 感覚があれば VOC 感覚に、えー、拡大表現するということですね、えー、これについて述べていきたいと思い,思いますで言うまでもなくですね2-2の,の VC 感覚というのは実は進行形なんですねで進行形というのは 教育文法のように例えば「I'm speaking English」を「I'm speaking」が V で「目的語が」えー「English が目的語であるといった捉え方ではなしに私は存在しているよと「スピーキング・ English 英語を話しながらといったことで、えー、成り立っている表現ですね。で、えー、本文の記事ですね「2-2の序述表現保護 VC 感覚として使うということですね。 つまり、えー、ここにも書いてある通り、形容詞の序述表現というのがありますね。これ、例えば、s e e s 彼女は存在するんだ。とね。Uh, happy、幸せであると。例えば、眠い、s l e e p y といった形容詞ですね。これの表現と同じようにですね、前回は、例えば、uh, s e e s l e e p i n g 眠ってるよと。彼女は存在するよ、眠りながらと。 つまり動詞のフレーズを使えばですね、この場合はもちろん ing 系動詞フレーズですけども、それに、えー、を使えばですね、動的な表現ができると。で、実はですね、ここに staying out, getting better, leaving home この3つのフレーズを用意しました。これ実はですね、もう名詞のようにして使うというこの動名詞としての説明の時に使った表現ですね。 えー、踏み出しという映画の題名だし、ビ、えートズの曲の、えー、題名、getting better というのもあるし、同じく living home というのもありますと。これはいわゆる曲の題名、映画の題名として名詞のように使われているとあいうことですでに述べた表現です。つまり私が言いたいのは、この同名詞としての用法、ねえー、表現ですね。それと、 Uh, いわゆるこの保護フレーズの表現。保護フレーズというのはまあ進行形の保護の部分ですね。動詞のフレーズですね。ING 形の動詞フレーズですけども、これは全く同じ形なんだということです。つまり名詞として使おうか形容詞として使おうかと、ただそういうだけのことなんですね。た例えば、step out 踏み出しですね。それを stepping out あんた踏み出そうとしてんの ?Yes。 saving out 踏み出そうとしてるのよ。not saving out、えー、踏み出そうとしてないのよと言った、ね。get better は getting better。良くなってんの今,今までより良、えー、くなってんのこれは get well の比較球ですね。better ですね。どんどん良くなってんの ?yes, getting better. ありがとう。えー、だいぶ良くなってんのよと。で、yes, not getting better. あんまり良くなってないんだよとで。あるいは leave home ですね。 Home. ね家で仕事してんのと ?Yes, leave me home. 家を後に仕事してんのよと。まあ家で仕事してんのよと。not leaving home. といったその i l g 系動詞フレーズが単独にあると。で、これこそがワンフレーズ表現として蓄えなければならないし、つまり、えー、名詞のように使われるという同名詞の時に出てきたフレーズもそのまま使えると。 いうことなんですね。これが大事なんです。ところが、日本の英語教育、この悪魔の英文法はどう教えてるか。ね、進行形は B 動詞プラス、えー、現在物詞つまり ING 系なんだと。同名詞は動詞の ING 系だと思うわけわからん。つまり、動詞単体の変化ばっかりを言うんですね。だから、例えば、staying out, getting better, living home。これを他の表現では使えない。つまり in、 そこの文法事項で習った文は確かに覚えることができるけれども、それを使って、他の表現で使おうとする。この、いわゆるトレーニングという、まあ、捉え方ですけども、まず初めにあの捉え方がきちんと説明されていない。本当に不幸なことですね。で次にですね、進行形についてということで、第2章第5節では、進行形の4つの自制展開を見ていただけました。これは実は電子書籍のですね、 話すためのたったこれだけ文法という記事からこれを取っているので、まあ、えー、そのまま、ここに点差しましたので、このような表現が出ております。4つの時制展開というのは、現在進行形、過去進行形、未来進行形、現在完了進行形と言われるものですね。まあ、これについては、ここでは説明を省きます。でここでは、まあ、現在進行形について、 えー、説明していくことになります。Have a meeting というのは、えー、ミーティングを付帯する、有するということで、会議中だというような意味で使われますよね。で、1と2を習って、そして4、having a meeting まで、えー、来るわけですね。で、進行形というのは、基本的に動作の進行状態、動作の継続を表すんですよということですね、えー。having a meeting, dying, 死にそうだよと。 えー、私は死にたい。彼女は死にたがっている。she wants to be die.die、e、ですね。そして the train is leaving the station. はい。leave home があったら leaving the station。ね。もう同じようなもんですね。はい。b の come, go, leave, start, leave などの往来を表す動詞が進行形となっている場合、未来での意味で、えー、表すことができますと。 We are leaving for Paris tomorrow. 私は明日ね、パリに向けて、えー、出発すると。とする今、そういう存在なんですよということなんですけども、あまあ、未来的なイメージ、tomorrow を使ってますね。Uh, where are you going? あんたどこへ行くの今からどこへ行くのこれはまさに未来的なイメージですね。I'm going back to California. 私はカリフォルニアに戻るつもりですよ。まあ、いずれにしても、このような進行形の、うん、学習というのは、常に動詞フレーズですね。えー、この Living for Paris、Going, Go somewhere、どっかに行くというような感じで。Go back to California。このような動詞フレーズをどんどん蓄えていくという学習でもあるわけですね。はい。C は Always とか Constantly。 Repeatedly というのは、いつも何々ばかりしているよといった意味にもなりますよということです。She is always, <S いつも scolded his husband. 夫に、えー、つまり、小言を言っていると。まあ、叱るというような意味ですね。Scold というのは、ね、小言を言うということです。そして、they are always talking.、はい、しゃべってばかりいるとか。Constantly, I ran down his boss. これは、はラウンドムワンズボスというのは、えー上、上司のその悪口を言うと。しょっちゅう言うと。コンセントリーに言うというふうな感じですね。そして、大切なのは D ですね。動作を表す動詞以外は、原則的に進行形は使えないよということ。私は知ってると、I know you.I'm knowing you はダメなんですね、えー。彼女には赤ちゃんがいるんです。She has a baby. これ、s ー y s having a baby とか赤ちゃん食べてるみたいな印象になりますね。こういう表してしまう。こういう表すから、まあ、まあ、赤ちゃん食べたら困りますけども。例えば、uh, you resemble your father あんた、お父さん似てるねという、これも進行形にならない。そして、belong to これも進行形にならないということですね。 そして E ですね。メイン、マスなど、情緒同士が INGK 動詞フレーズを導き、この場合 B が含まれることに注意してください。つまり、原型の動詞フレーズ。原型の INGK 動詞フレーズになるんだと。彼女は今ね、車を運転しているかもしれないよと。と、ね、してるに違いないよ。しているはずはないよと。一体、こういうふうな情緒的な表現。まあ、メイン、マス、ケンというのは情緒同士であるから、 つまり B 同士の原型同士フレーズを導くという場合ですね。これは進行形ですね。そして、えー、車を運転し,しているということで、これは実は4つの時制展開。現在進行形。今車を運転しているよ。その時、えー、車を運転し,してたよというのが過去進行形ですね。そして、えー、未来進行形などという,うに書いてありますけれども、上緒同士もこの場合含まれますよね。そして、 えー、4はまあ進行形にならないということと、5は現在完了進行形。あ、3音の説明が忘れましたね。未来進行形というのは、まあ、えー、今晩遅くまでずっと便、えー、車を運転し続けるつもりですとか、つまり未来との関わりですね。5は現在完了進行形ですから、ずっと朝早くからね、今までずっとで、あの、 車を運転してきたんですよと。この過去との関わりを表しますということですね。もちろん語は I have, have, has, なり、she has been driving car というような感じになりますね。そして上の表現と以下の表現の意味を違い、意味の違いを確認してくださいということで、これから運転するかもしれない。she may drive a car.she must drive a car 運転するに違いないとか、進展しなければならないとか。 できないとか、ね、そういうふうなあ意味となりますということですね。まあ、一応一般動詞フレーズの五段活用というのを、まあ、確認しておいてくださいということになります。そして文法を活かして英語表現をというところをご覧ください。She came crying. 泣きながら来たということですね。単に泣いていたということだったら She was crying. 進行形ですね。She lay smiling at me。彼女は私ワ、ワタシオ、ニ、ホホエミ、カケナガラ、レイ、ヨコタティタト、ヨコトレイ、エル、アイ、ですね。で、単に彼女は私ョワ、ワタシオ、ニ、ホエミ、カケティ、マシタト、ユンダタラ、シンコゲですね。シ s ワーズ、スマイリングアッメ。トヨコトレス はい。they got talking. 彼らは話し出した。単に進行形だったら、they were talking.、ね、彼らは話していました。そして、do you go shopping? 買い物に行きますかあなたは買い物をしていると言うんだったら、are you、uh, shopping?are you shopping? あなたは買い物しているのといった進行形ですね。それを go shopping にしたら買い物に行くということになります。 そこで2、3ですね。保護 VOC 感覚として使うということですね次の文は具体的な表現ですと the woman is standing at the door. その女性はドアのところに立っているということですねでこれをですね、えー、抽象化したらこの「イズ」を取ってですね「The Woman Standing at the Door」ということですねでこれを一つの文章「No」「I Know」というのにつなげるとですね I know the woman standing at the door. 私はドアのところに立っている、えー、女の女性をしてるよということになりますよね。つまり、その進行形がね、元になってるんですよ。The woman, 過去付きの is ですねで。standing at the door ですね。そしたら、n o につなげると、そのまま I know the woman というふうにしてですね。あと、standing at the door というふうにつける。 こうなれば VOC 感覚ということになります。えー、例えば She was speaking English. 彼女は英語を話していたという、いわゆる進行形 VC、えー、感覚ですね。VC 感覚。主覚保護というものですね。それを目的確保にしたら I heard 耳にしてたよと、耳にしましたよと言うんだったら 今度、C が目的格に変わりますよね。h i r d につなげると、haw ですね。もちろん、speaking English。つまり、彼女が英語を話しているのを耳にしたよというようなところですね。で、それの表現として、There i s a woman standing at the door? ドアのところに女性が立ってるよ。Who is the woman standing at the door?Ay, ドアのところに立っている女性は誰なの ?Do you know that woman standing at the door? ドアのところに立っている女性を知ってますか Look at that woman standing at the door. ドアのところに立っている女性見てごらん。変な格好してるよ。<laughs> まあ、わかりませんけど。このパターンとなる動詞の例が、find, have, see, imagine, はい keep というようなことですね。はい文法を生かして英語表現をということで、he had asked or laughing. 彼は私たちをみんな、私たちみんなを笑わせましたと。 つまり、we all were laughing という VC 感覚があるということですね。ハードからつながると、we がアスになって、B 同士が取れて、all laughing と続くということですね。次は、can you imagine あなたは想像できますかと。はい。誰かがね、そんなバカなことをしていると。うん、ということを想像できますかということですね。 ところでね、これは、being so silly というのは実は進行形なんです、これ。進行形で使われてるんですねで、えー。基本的に形容詞が保護になる場合は進行形にならないんですね。ところが、まあ、えー、これを強調するために進行形に,、えー、になって、being so silly ということに、で使われてるということです。そして、えー、5番は、she kept 彼女は持続させたよと、私をですね。つまり、 I was waiting two hours. 私は2時間待ったということですね。それを、uh, kept me, I was a t o i l waiting two hours という、uh, 表現となっております。まあ、いずれにしてもですね、v c 感覚、つまり、uh, 進行形での表現がね、きちっとできていたり、そしてそれが、uh, 意味として 一つの塊の動詞的な意味としてでね、えー、塊として定着していればですね、別になんてことないですね。笑っているというのがラフィングであると、ねえー。バカなことをしているというのが being so silly であると。そして waiting to hours 二時間待っていたと。